これが関東地震の波形記録になります。こういうふうに振り切れてないのは非常に珍しいと思います。すすを塗った紙に刻まれた曲線、100年前関東大震災の揺れを正確に捉えた波形記録です。震源から300キロ以上離れた仙台市向山の観賞所で記録されたものです。共振計でこれだけの振幅が出るっていうのはなかなかないことなので、いかに巨大な地震だったかってことがわかります。東京や神奈川などで震度6を観測し10万5000人以上が犠牲となった関東大震災。北海道から四国まで広範囲にわたって揺れを観測しました。マグニチュードは 7.9 と推定されていたものの、東京などの地震計が破損し、解析に耐えうる記録が少なく、根拠に乏しいと言われていました。こうした中、地震の規模を突き止めた研究者がいます。私が調べた記録でも、岐阜の測候所と向山観賞所の記録は、まあ一番綺麗ですよね。名古屋大学の竹村正幸特任教授です。仙台や岐阜、徳島など数箇所に残る波形記録に着目。気象台や大学を訪ね歩いて資料を集め、地震の規模をマグニチュード 8.1 プラスマイナス 0.2 と割り出し、地震の規模としては1995年の阪神・淡路大震災を上回ることを裏付けました。関東大震災で一番教えてくれる教訓っていうのは、次世代にきちんとした記録を残していく。何十年も経ってね、学問レベルが進んだりした時点でも、やっぱり新しいことを発見することができる。関東大震災の波形記録が残る宮城では、当時震度3程度の揺れを観測したとされていますが、この100年で街並みは大きく変わりました。100年前の街並みと大きく異なるのが建物です。仙台の中心部などでも高層ビルやマンションが立ち並びます。特に懸念されるのが、大きい建造物ほど影響を受けやすいとされる長周期地震動です。おー、揺れてる揺れてる、すげえ揺れてる。ビルの高層階を大きく長く揺らす長周期地震動。12年前の東日本大震災では、震源から700キロ以上離れ震度3だった大阪市でも55階建てのビルが揺れに見舞われました。一応まあ予測はされてるんですけど、必ずしも完璧に分かってるわけじゃないんですね。予想もしないような揺れになってしまうと、被害が出ないって保証の限りじゃないんですよ。仙台市内のマンションの12階に住むこちらの男性。揺れ方とするとゆらゆらというよりはもう一気に来て、それがちょっと長く続いたぐらいの感じでしたね。去年3月、市内で震度5強を観測した地震で、家具や書棚が倒れ部屋中に物が散乱しました。滑り止め、テレビとかあとレンジとか上に置いてるものは滑らないように。あとは対策とすると、泊まりで開けるときはテレビだけは下に下ろしちゃって行ってます。マンションの防災組織も物資の備蓄や避難訓練など対策に力を入れています。やはり震災当時、電気がないことに非常に苦労しましたので、簡単に操作できる発電機です。合わせて取り組んでいるのが記録です。東日本大震災当時の各部屋の写真や居住者へのアンケートなど、これまでに起きた災害について細かくまとめています。人は変わってもですね、建物は残ってきますから、ご自分の住まいがどういう特性があるのかを把握しておくのは大変重要かと思います。
皆さんの声を聞いてやはり何に困ったかというふうな、そういったものも踏まえてですね、今防災対策を整えています。記録が果たす役割。100年前の地震の規模を明らかにした名古屋大の竹村特任教授は、過去の記録をたどることは未来の防災につながると考えています。過去に起こった災害のことをきちっと勉強しておくっていうことは、そういう予測をするときのヒントになる。非常に地道にきっちりと調査をしたり、地道にきっちりとデータを残す人たちって非常に少ないんですよね。そこは我々はやっぱりきちんと反省をして、関東大震災の直後の人たちに学ぶ必要があるんじゃないか。